こんにちは、こんばんは、マリーです。はい。お久しぶりですね、多分。はい。はい。というわけで、今回はプリパラのハイス結果やっていこうと思うんですが、6月と7月分で、6月がもう全然やってなくて7枚ぐらいしかないですね。はい。で、7月と6、あ、6月と7月があるんですけど、その量が半端でないので、名前の方は省かせて紹介させていただきたいと思います。ちょっと背景変えましたね。ちょっとこちらの画像は汚いので上に貼っちゃってますが、もう一度プリントしに行きたいと思います。多分背景変わるかな？で、ちょっとカメラの方を下に下げさせていただきますね。お、すごい下げる。ここら辺でいいか。はやっていこうと思います。久しぶりにこんぐらいの量です。すごくないですか？アイカツスターズで、まあ、あったかな。アイカツスターズなんですけど、アイカツ戦、プリパラで、久しぶりかな、こんぐらいの量は。すごいあります。あ。ではやっていこうと思います。で、ライブの方は、デュオライブの方が多いですね。まあ、デュオライブと言っても、マリーちゃんとエリちゃんですね。一応、許可とかまだわかんないので、とりあえずこれでやっていこうと思います。では、名前省かして、コーデのみ、回していきたいと思います。こんな感じでちょっと遅いんですけどね。さっきの方はデュオライブです。で、こちらなんですけど、チケットがスキャンできなくて、普通のコーデラ、コーデになっ、あ、コーデ？普通にライブになってしまいましたね。で、上はちなみにガルルちゃんの友付けで、タータンチェック、ホビーコーデですね。はい。結構、配質は悪いかな。で、こちらからデュオライブで、あ、こっち通常かな？再録のものとかも付け足してます。デュオライブがすごい多いんですよね。これ、コーデとかあんまり持ってないので、色変えたりしてます。で、こちらストリートイエローヘアアクセスーパーレアですね。ネオンドロップ初めて出ました。で、あ、間違えちゃった。忘れちゃったんですけど、ラベンダーの方はコーデが揃いました。はい。ごめんなさい。すごい言い忘れが。結構、まあ、かわいい。で、こちら、ストリートイエロー絆創膏シューズですね。こちらは、あとワンピースのみで揃います。ストリートのシューズとヘアアクセめっちゃ被るますね。サイリウムレアですね。失礼しました。サイリウムレアのネオンドロップサイリウムシューズですね。で、こちらまた被りです。で、なんとですね、こちらの夢レアの夢サイリウムユイシューズが出てくれました。初めてですね、出てくれたの。で、こちら続けて、スーパーレアストリートイエローパーカーワンピが出てくれたので、こちらの方では揃いました。で、今、コナンのコラボもやってるので、ぜひぜひ揃えたいですね。あ、着せてみたいもん。着せてみたいかな。こちらも被りです。で、なんとスーパーサイリウムコーデの、スーパーサイリウムのレオナワン、あ、ス、チームスーパーサイリウムレオナワンピが出てくれましたね。こちらすごいいいねが高いんですよ。まあ、見えると思うんですが、2500いいねですよ。すごくないですか？普通に高いチームの方が。で、こちらはプリパラディアのマジックナイトメロディートップスですね。シルキーハートですね。で、なんとなんとのですね、これで合ってるかな？合ってる合ってる。ウリちゃんのランクは無敵なアイドルにランクアップしました。こちら7月9日。やばいな 今からすごい経ってますね。はい。で、無敵なアイドルにランクアップしましたね。本当に嬉しい。で、髪型を変えてプレイして、スーパーサイリウムレアのチームスーパーサイリウムドロシーシューズが配信されましたね。かわいい。で、ツイッターの方に、髪型と、
ヘアカラーちょっと変えてはないんですけど、髪型だけ変えましたね。こちらがウリちゃんです。まあ、こちらは公開するか。ぜひぜひ使ってください。このウリちゃんの、ツインテの方。個人的にはどっちでも合うんですよね。で、こちら、これ2個、あれ？ まあいいや。スーパーレアストリートイエローパーカーマンピ。多分こちらで2セットぐらい揃ったかな、コーデ。ちょっと被りましたね。で、こっから多分、通常とか混ざってると思います。あ、まだでしたね。で、マジックナイトメロディーヘアクセ。理由が、多いな。で、最後これで終了ですね。めちゃくちゃやって、やっとランクアップして、なんか、コインも結構貯まりました。マリーちゃん3000とかだったんですけど、1万やっと行きましたね。フリちゃんは見えるかな？ 1 万3274コインで、マリーちゃんが1万2020、あ、に、1万2242コイン。結構溜まった。嬉しい。はい。ではちょっとカメラの方を戻していきますね。よいしょ。はい。というわけで今回プリパラのハイス結果なんですが、まあ、すごい多いですね。これで当分友近別に貯めなくても大丈夫なぐらいなんですけど、まだまだやっていこうと思います。はい。というわけで最後までご視聴ありがとうございました。また見てください。バイバーイ。